毛並みを作っていきます。どうもあずさです。今回はピンクレオパードを作っていきます。使用するメインカラーはこちら、トープホワイトです。このカラーを選んだ理由は、レオパードの派手なイメージがちょっと個人的に苦手で、もっとナチュラルに仕上がらないかなと思った時に、こちらのトープホワイトが理想的だったので今回選びました。テクスチャーは固めで、一度塗りでもしっかり発色してくれるカラーなので、コフィンネイルなど厚みを最小限に抑えたい時におすすめなカラーです。この動画ではトープホワイトの色味やテクスチャーも一緒に見ていただけると嬉しいです。ではどうぞ。今回はこちらの3つを撮影していきます。こちらはこのペトロのトープホワイトにエンネを混ぜて少し薄くしたのをマットにしてるだけです。ではこちら一度塗りできましたので、もう一つの方も同時に作っていきます。こんな感じで幅だったり長さはその方のご自身のお好みで決めていってください。こちらで硬化していきます。では硬化している間に、こちらのトープホワイトを少しパレットに取りまして、こちらのエンネで少し薄めていきます。これくらい取りまして混ぜていきます。これくらい混ざったら大丈夫です。では硬化できましたので、こちらは色味も濃いのとテクスチャも固めなので、一度塗りでハケ跡も残らず綺麗に発色してくれるので、一度塗りで大丈夫です。ではこのトープホワイトの上にエクステンションクリア2を乗せていきます。あまり厚みが出ないように薄付きで乗せていってください。乗せ終わりましたので、次はこちらの261番をレオパードの柄になるところに乗せていきます。アンギュラー筆の先端に少し取りまして、こんな感じで乗せていきます。幅だったりこの個数はお好みで決めてください。だいたい大きいの3つで、小さいのをちらほら乗せてます。こんな感じで、で少し放置しておくとレベリングしてほわっとしてくれるので待ちます。でその間にこちらも261番を乗せていきます。多少はみ出しちゃっても大丈夫です。これくらいにじんできたら硬化します。では硬化できたので、さっきのトープホワイトをエンネで薄めたものを少し先端に取りまして、この261番を乗せた部分に少し乗せていきます。これは部分部分に乗せるだけで大丈夫です。全体に乗せると結構厚み出ちゃうので、少し奥行きが出るように乗せていきます。硬化していきます。では硬化できましたので、ベラネイルの003番を261番を乗せたところに乗せていきます。ではアンギュラー筆の先端に少し取って、誘導しながら形を作っていきます。このベラネイルの003番は白タイプのラメで、わざわざこの細いライナー筆とかに持ち替えなくても、アンギュラー筆の先端で
動かすことができるので筆も変えなくて済みます。こうサロンワークで筆変えすぎると机の上ぐちゃぐちゃになっちゃうので、できるだけ1本の筆で終わらせられるといいかなと思います。では載せ終わりましたので硬化していきます。硬化できましたので次はこちらペトロの富士を載せていきます。ペトロの富士を載せることで細いラインが描きやすくなるのと同じで、レオパードの毛並みみたいな部分を富士を載せることで描きやすくします。では載せ終わりましたのでこちらの85番を載せていきます。さっきできるだけ1本の筆で終わらせた方がいいって言ったんですけど、ショートライナー使っていきます。じゃあベラフォーマのスーパーライナーです。これぐらい細いライナー筆ですね。では85番を載せていきます。一番最初に載せた261番が完全に消えないように載せていきます。こんな感じで003番を囲むように載せていきます。では85番の背終わりましたのでスーパーライナーで毛並みを作っていきます。こんな感じでシュッシュッと引いてあげると細い毛並みができます。こちらで硬化していきます。こちらも硬化していきます。では硬化している間にベラフォーマの75番を塗布していきます。ちょっとシアー感のあるモカカラーでマットにするとすごく綺麗なカラーなので今回はこちらを選んでいます。これくらいの塗布量で硬化していきます。ではこちらを完成させていきます。先ほどもこの中心に使った003番をこちら側に載せていきます。これはレオパードと被っても大丈夫です。こちらで一度硬化していきます。こちら硬化できましたのでペトロのマットトップを塗布していきます。
サロンワークでしたら一度トップジェルでコーティングしてからマットトップを塗布してください。では硬化していきます。こちら硬化できましたのでエクステンションクリア2を乗せていきます。こちらのシェルとこのパーツを乗せていきます。シェルの大きさはお客様の爪の大きさに合わせて乗せてあげてください。ワイヤーを乗せていきます。ワイヤーは長さが若干違うものを2本乗せていきます。これぐらいの長さのもの、中心寄りにつけていきます。こちらの短い方はこのゴールドのパーツの近くに乗せていきます。本当見えるか見えないかなんですが、これがあるだけでバランスが良くなるので、サロンワークで時間あるときはぜひワイヤーも乗せてみてください。はい、ではこちらで硬化していきます。こちら硬化できましたので表面を拭き取っていきます。表面を拭き取る場合はネイルワイプで拭き取っていきます。拭き取りましたのでまたパレットを用意してペトロのノンワイプトップをパレットに取っていきます。先ほども使用したスーパーライナーを使っていきます。筆全体になじませて端から線を描くようにのせていきます。一度仮硬化します。こういうのやる場合はできるだけ細い筆でやってあげると短時間に綺麗なものができるかなと思います。では硬化していきます。使用するのはライトゴールドです。レオパードの柄自体すごい派手なので真ん中に使ってるこのゴールドもちょっと柔らかいゴールドにしてるので、ミラーもそのトーンに合わせてライトゴールドを選んでいます。余分なミラーを落とし終わりましたら、こちらのエクステンションクリア2でコーティングしていきます。このボコボコ感を残したいので、全部覆いすぎないように気をつけてください。一度硬化します。では完全硬化させていきます。こちらもコーティングしていくんですが、今回はチップなのでこちらのノンワイプトップだけで仕上げていきます。お客様の爪の場合はしっかりエクステンションクリア2とかでこの凹凸とかを埋めて仕上げてあげてください。硬化していきます。前回の動画ではこちらの別光をさせていただいたんですが、その時にこの2色使ったので今回のレオパードにも応用して使えると思います。硬化できましたのでこちらソークアウェイで拭き取っていきます。いかがでしょうか。最後のコーティングを慎重にすることでこの隙間とかも綺麗にできてくれるので、最後のコーティングが結構大事だったりします。このトープホワイトを使うことでベースのカラーが一度塗りで済むので厚みが出ないで綺麗にできるので、こちらのトープホワイトおすすめです。サブカラーもちょっと薄いシア感のあるものを使うことでデザインの派手だなっていう雰囲気を抑えられるので、こちらもおすすめしています。前回別光の動画でも紹介したベラフォーマの198番、こちらのグリーンもこのレオパードと相性がとてもいいので、
ちょっとコントラストはっきりさせたいなとか、ちょっと秋色にしたい、流行のカラー取り入れたいっていう場合は、こちらもとても相性がいいのでおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。メインカラーで使用したトープホワイトはクリアジェルを混ぜることでぷっくりとした絶妙なカラーとしてもお使いいただけますので、そちらもお試しください。レオパード柄も色味を抑えたり、柔らかい色合いで作ってあげることで柄を引き立たせながらナチュラルに仕上がると思います。前回別行の動画で紹介したカラーも応用できるように今回カラー選択していますので、サンプルに活用していただけると嬉しいです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。どうもくまです。今回はアートのオンラインサロンとオンラインネイルスクール、この2つの紹介をしていきます。興味ない方はスルーしてください。まずはアートのオンラインサロンを説明します。アートのオンラインサロンは3ヶ月間で基礎から応用までできるようになっていただくように、週1回順番にアートを配信していきます。フラワーアートであれば基本のストロークから応用編まで、ベーシックな技術を新しいアートへ変化させる、そんな考え方もお伝えします。こちらはアートが好きでもっと上手くなりたいっていう方に向けてのオンラインサロンです。今まで参加されている方も年齢も幅広く、上は80代まで、経験も初心者の方からベテランの方までたくさんいます。年齢で不安とか経験がないから大丈夫かなっていう人も大丈夫です。初心者さんも大歓迎です。今回のオンラインサロンで第9期になります。もう4年目になりますね。早いなぁ。詳しくは募集開始までお待ちください。多分9月か10月ぐらいになると思います。次はオンラインネイルスクールです。第1期のオンラインネイルスクールは今年から始まりまして、次が第2期になります。オンラインネイルスクールは、日本中どこにいても授業を受けられますし、何度でも見返すことができます。それでかなりカメラのアングルとか、どういう風に言えば伝わるかなっていうのを試行錯誤して作ってます。これ自分で言うのもあれだけど、めちゃくちゃ分かりやすいと思います。でこのスクールでお伝えすることはもうとにかく基礎です。ジェルネイルを1ヶ月間綺麗に持たせる方法をお伝えしてます。このスクールを卒業したら自宅サロンを開きたいとか、ネイルサロンで働きたいっていう人向けに作ってます。今実際サロンワークでポリッシュ、マニキュアですねとかスカルプとかってやっているお店が少ないんですよ。でそれを覚えるのはすごく難しいですし、ジェルネイルだけでも覚えるの大変なのに、ポリッシュもスカルプもってなると、もう途方もないことになります。あと検定試験も受けるってなると、なのでそういったものは一切お伝えしません。サロンワークでジェルネイルをきれいにつけられる、その基礎のみに特化して動画を配信していきます。練習会でももうみんなでファイルの、ここ間違ってますよとか、肘こうですとか、こういう風にファイルしてくださいとかいうのをやりつつたくさん練習していただきます。スクールに関しては説明するのはちょっと難しいので、以前の説明会の動画とかそういったものは概要欄にあるリンクの方に貼ってあります。そこに詳しく Q&A とかいろいろなものが書いてありますので、よろしくお願いします。多分こちらも第2期の募集は10月くらいかなと思います。第1期は募集期間が1日半でした。あまりにも申し込みが多すぎて自分のキャパ以上になっちゃいそうだなと思いましたので、1日半で締め切りました。第1期は106人の方に入っていただいたんですが、第2期もそれ以上にはならないようにしたいと思っております。以上が2つのオンラインサロンとオンラインネイルスクールのご紹介でした。募集開始しましたら説明会などもやりますので、もう少しだけお待ちください。ではバイバーイ。